はい。宮城県柴田町の工務店さん、坂本植林の家のモデルハウスである里の絵をご紹介させていただきます。設計を担当しました、東京の設計事務所、ビオフォルム環境デザイン室、山田隆弘が発表いたします。この里の絵プロジェクトが目指すことですが、里の絵とはこの地域の言い方で、里の家という意味になります。坂本さんは、この地で十数代続く山の施業を中心にした工務店さんで、今回のプロジェクトを通じて、地域の守り役としての住まいづくりのモデルを考えています。地域の資源で地域の自然、気候風土に寄り添った、またそのポテンシャルを生かした建築住まいづくりを目指しています。また、これから必要になってくるであろう能的な暮らしの背中を押すような空間づくりというのもテーマです。人も自然も働く、総合的な環境調和型の住まいを目指すプロジェクトになりました。そのためには、建物を閉じて高性能化することと同時に、建物をむしろ開いて建物の周りの資源といかに手を結ぶか、関係性をどうデザインするかという方法論を多様に持っていくことが大事ではないかというふうに考えます。とにかく地域の材料と周りの環境のポテンシャルと小さな循環の中で活かしながら住まいを作ることを心がけました。今回の里の絵プロジェクトのテーマとしては、気候風土の中で培われてきた伝統的な木組みの家を下敷きに、自然が持つ総合的相対的な仕組みに倣って、伝統的な環境調整技術の再編集を行いながら、かつ現代的な技術とのハイブリッドを目指すというものです。結果として、熱、電気、水、素材の自律と循環、低環境負荷をできるだけ実現するオートノマスハウスを作ることが目標です。配置計画ですけれども、坂本植林さんが保有する山の中にある斜面地の尾根部分に配置しました。最初に周囲の森、林の植生調査を行い、微気象を生かす形で配置を検討しています。元からある植生と植樹によって、夏は山からの冷涼な空気を取り入れ、日射遮蔽、照り返しの防止、冬は防風林的な役割を期待しています。また広い風景なので、建物に裏を作らないように視線が四方に抜けるように配慮した計画にしています。周囲には果樹などを配置していますが、今後さらに食べられるには菜園の整備を予定しています。これが母屋の外観ですけれども、風景と接続する開放的な広縁を設けています。広縁の復活ということが今回のプロジェクトの一つのテーマです。そこは冬場のダイレクトゲイン、多層空間としての内部空間を温熱的に守る役割を果たします。屋根には太陽熱収熱装置を設置し、床下からの温熱環境の底上げを常時測るような仕掛けを施しています。外部には積極的に中間領域を設け、外での活動の背中を押すようなことを意図しています。そこは働く空間でもあります。家に閉じこもる暮らしは結果的に空調エネルギーを多く消費する方向になるのではということを危惧しています。まあ、これが平面計画ですけれども、広縁は建具による多層空間を構成し、ペアガラスの木製建具、障子を仕込んでいるので、必要に応じて閉じたり開いたりすることができます。それによって内部の居間などを温熱的に守る役割も果たしています。北側の建具にはガラリドを設け、南側の建具には欄間を設けていますので、それによって夜間通風と熱気のパージを目論んでいます。断面としては低いプロポーションを心がけています。現代は小さな家族ですから、その家族の収縮に応じて多様な使い方ができるようにし、結果的にロングライフの建築を目論んでいます。生命の長い建築は、それは環境負荷が小さくなることとつながるので、できるだけ寿命の長い建築を作ることが肝要かなと思います。これが内部の、様子ですけれども、柱は 120×150 の平柱を採用しています。新壁の、作りながら、外壁の断熱をできるだけ確保するようにしました。伐採から製材までを一貫して行える坂本植林ならではの対応と考えます。また、自前の木資源を利用するペチカも採用しています。ペチカは暖房装置でありますが、煮炊きもできるよう鉄板がついています。煮炊きのエネルギーも木資源の利用が可能になるようにしました。また2階は、自然環境を流すハイサイドの高窓を設け、内部の空気の誘引や重力関係による自然環境を期待しています。また山からの冷気を取り入れることを目論んだ開口の計画もしています。この空間にいると、数度温度が低い冷涼な空気がこの夏場でも入ってくることを十分感じることができました。次はエネルギー棟ですけれども、生活する空間としての母屋と働く建物としてのエネルギー棟を分けて計画し配置をしました。
母屋は伝統的な作り方を下敷きに、下木組みの伝統工法で作り、エネルギーとは伝統的な工法である竹子前土壁と自前で作った薬杉で構成されています。広い敷地の中で建物同士の間に生まれる中間領域を作り、場の一つの核を作ることを目論んでいます。薪ボイラーを設置し、母屋の、床暖房に存列を利用しています。またかまどを設け、煮炊きが可能です。近々に囲炉裏も設置する予定です。屋根の上には太陽光発電を約 2.5 キロワット設置し、10キロワットアワーの蓄電池とともに建物の電気需要を賄うようにしています。太陽熱温水器も設置し、母屋の給湯需要を半分ほど賄うような計画にしています。今回のプロジェクトは小さな技術の集積によって総合的に環境性を担保する試みとなります。多様な技術をできるだけ多く組み合わせていくことで、全体最適な環境建築を目指すことが今回の目的です。その結果、地域循環型の自律的な環境建築であるオートノマスハウスを目指したいというふうに考えています。最後に、エネルギーの自給率も計算してみました。結果として8割ぐらいのエネルギーの自給ができるだろうという計算結果になっています。こうして地域の気候風土に寄り添いながら、できるだけ小さな循環の中で作る環境建築としてのベーシックスタンダードな住まいを目指しています。説明は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。今年は性能と衣装のこの先を感じるようなものをちょっと注目してまして、この仕事はまさにそれにふさわしいかなと思いました。ただしちょっとやっぱり性能が、物足りないという意見も、あったんですけれども、それでも僕はなんていうんですか、懐かしい未来を感じるというか、すごく未来に向けてのノスタルジーを感じる、すごく可能性のある案だと思って、僕は押させていただきました。やっぱり里山全体を含めてこう考えていく、取り組んでいくっていうのは今後とても大事なことだと思うんですね。その大きく広げなくてもいいんですけれども、性能と衣装からどこまでいろいろ社会に向けて広げていけるかみたいなことがとても意義のあることだと思いますので、僕はすごく好感を持って、この、案をおさせていただいて、できればぜひまたね、今後とも注目していきたい、住宅だと思いました。すごく期待を、持って見させていただきます。どうもおめでとうございます。